穴を掘っていくより楽だから。途中で割って中に錆が出たとか、そういう時には割る必要があるんです。刀というのは大体刃がマシンに入ってないです。刃の先がどちらかにずれてます。だからこれどっちに刃を掘るか決めて掘っていきます。物を見て感じる能力ですか。人のした仕事を見て、はい、ここはこうやってるのが的確に捉えられて、それを自分で真似ができれば一流の仕事ができるし、いろんな人に像の絵描かすと、尻尾だけ描く人とか鼻だけ描く人とかいろいろいるでしょう。全体を捉えれるというのがまず能力じゃないか。